ここは記憶をなくした者が記憶を取り戻すための館。おや、あなたも失ってしまったようですね。ささ、どうぞ中へ。あ、やっと目を覚ましたみたいだね。ここは記憶の館だよ。聞いたことないかな。記憶をなくした者が記憶を取り戻すためにご主人様が用意した館なんだけど、ここに来たということは君も何か大切な記憶を失ったみたいだね。どれどれ。なるほどなるほど。これは大変だ。君はキングダムハーツの記憶を失っているみたいだ。でも安心して、この館で治療を受けたらきっと取り戻せるから。あー、大丈夫大丈夫、怖がらないで。治療といっても僕が出すクイズを解くだけだから。そうすることで君は失った記憶のかけらを取り戻すことができるんだ。だから記憶の館と呼ばれているんだよ。あー、それもノー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 トルダムノープロブレム。正解しても間違えてもちゃんと解説もするから、それを新たに記憶に刻めばいいだけだよ。まあ実際にやってみればわかるさ。それではクイズの時間を始めようか。じゃあ1問目。ダークロードは従来のアクションゲームではなくて、あるものを用いたバトルになっています。そのあるものとは次のうちどれ。 A 金、 B 髪の毛、 C シール、 D カード。さあお考えください。制限時間は5秒。正解は D のカードでした。じゃあ解説をしていこうか。ダークロードは爽快反射神経フリック操作の超スピードバトルで、カードを採用したバトルを楽しめます。デッキからランダムに選ばれた5枚の手札から3枚のカードを選択し、最初に選んだカードのアビリティを発動して戦います。デッキ枚数が満たない場合は補助のカードが補充されますが、このデザインが予知書のシンボルになっているため、同じくカードバトルが採用されていたキングダムハーツキーのように予知書の力、すなわち未来の力を借りている可能性もありますが、作中で特に言及されることはありませんでした。他にもカードといえばチェインオブメモリーズもありますが、あちらもカードは記憶から作られていたので、実は予知書と関係していたという可能性もあるかもしれませんね。え、急に説明口調だって。別に何も読んでないよ。もう変なこと言わないで。それじゃあ次の問題行ってみよう。2問目。ゼアノートが生まれた場所は次のうちどれ。 A ニブルヘイム、 B レイディアントガーデン、 C デスティニーアイランド、 D スカラアドカエルム。まあこれはちょっと簡単だったかもな。正解はD のスカラアドカエルム。ゼアノートは空や陸と同じくデスティニーアイランドで育ちましたが、彼の出生地はキーブレード使いの都スカラアドカエルム。彼の母親は青いローブの人物に赤子のゼアノートを託し、デスティニーアイランドで育てられました。セーブポイントのあるあの小屋がまさかの聖地になるなんて誰が想像できたことでしょうか。ちなみに修行時代のスカラと生まれた時のスカラは雰囲気が違って見えますが、同じ場所であると言及されています。どうやらスカラアドカエルムは古い町の上に新しい町を建設している多重構造であるため、時代によって町の見え方が異なるそうです。へえ、そうなんだって。ああ、うん、そうなんだよ。うん、じゃあ次の問題行ってみよう。3問目。ゼアノートは光が闇に敗北するという予知書に綴られた未来を変えて、世界を闇から救う特別な子とされていましたが、何の子と呼ばれていたでしょうか。 A 推しの子、 B 天気の子、C あの子、 D 運命の子。さあこれ難しいかな。うん、激ムズ問題ですね。正解は A 推しの子ではなくって D 運命の子ですね。運命の子とは予知書に記された光は闇に敗北し世界は闇に包まれるという運命を変えて世界を闇から救う特別な男の子のこと。運命の島、すなわちデスティニーアイランドからやってくると言われています。他にも自らの心と他者の心を重ね一体となり、他者の心を感じ寄り添い受け入れ記憶までも感じ取ることができます。ゼアノートはこの運命のことされ闇に打ち勝つ力が備わるまで闇から身を隠すべくデスティニーアイランドに連れて行かれました。青ローブの人物、
ゼアノートからはマスターと呼ばれる人物はユニオンクロス、イニシエの時代のプレイヤー、我々の心を宿していますが、ゼアノートが運命のこの力で記憶を読み取ったことで、彼は幼い頃からユニオンクロス時代の夢をよく見ていました。皮肉な話ですが、光が敗北する運命を変えたことをはじめ、全ての条件が空に該当するため、本当の運命の子は空、もしくはベントゥスなのかもしれませんね。いや勉強になりますね。じゃあ4問目いきましょうか。4問目、ゼアノートはスカラ・アトカエルムに渡ってからマスター・ウォーデンのもとキーブレード使いの修行に励みましたが、修行時代に使用していたキーブレードの名称は次のうちどれ？ A. スターライト、 B. セブンスブレード、 C. 無名、 D. 名称なし。さあお答えください。正解は D. の名称なし。ゼアノートたちが使用していたキーブレードは、イニシエの時代のキーブレードスターライトを想起させるデザインになっていましたが、2023年11月現在、残念ながら正式名称はありません。後に彼が手にする食材のヤギのキーブレードノーネームも正式名称ではありません。ちなみにセブンスブレードはアビリティの名前ですね。5問目、ゼアノートの少年時代の物語について長年構想はあったものの、お蔵入りしかけていたそうですが、あることをきっかけにゲーム化を決定しました。そのあることとは次のうちどれ？ A. 神のお告げ、 B. 握りしめていたグリーンマッチャティから何かを感じた、 C. 上司から作れと言われた、圧力をかけられた、 D. ユニオンクロスチームから手掛けたいという声があった。さあこの中にちゃんと答えはありますよ。お考えください。正解は D. ユニオンクロスチームから手掛けたいという声があった。ディレクターの野村哲也氏はゼアノートの少年時代の物語についてお蔵入りに仕掛けていましたが、ゼアノートのファンが意外にも多いこと、そしてユニオンクロスチームから新主人公のタイトルを並行して手掛けたいという声があり、運命信じがちな野村さんはユニオンクロスアプリ内での実装を決定しました。ちなみに初期構想では DP というタイトルだったそうで、この DP の謎やタイトル決定秘話などは別の機会に語りたいと言及していましたが、残念ながら2023年11月現在未だ語られていません。単純に考えたらダークプリンス、闇の王子だと思われますが、ドキドキプリキュアの略かもしれませんね。6問目、ゼアノートがデスティニーアイランドを旅立った姿について、過去作では青年の姿でしたが、ダークロードでは少年の姿でした。その理由は次のうちどれ？ A. 世界線が異なる別人のため、 B. 少年時代の後デスティニーアイランドに帰ってきた、 C. 過去作の制作時点ではそこまで深く考えていなかった、 D. 制作コストの都合。どれもありそうっちゃありそうですね。正解は D. 制作コストの都合。野村氏によると、過去作制作当時青年の姿は用意していましたが、少年の姿はモデルコストの都合もあり、青年の姿イコール若い頃という一括りの表現にしていたそうです。なのでゼアノートがデスティニーアイランドを旅立ったのは少年時代というのが正確な情報になるそうです。いわゆる大人の都合ってやつなんですかね。7問目、ダークロードにてゼアノートはある人物と血縁関係にあることが判明しました。それは一体誰でしょう？ A. ザルディン、 B. 賢者アンセム、 C. セフィロス、 D. エフェメラ。ゼアノートのハートレスアンセムだったんで B かもしれませんね。正解は D. エフェメラ。イニシエのキーブレード使いでありスカラ・アト・カエルムを作り上げたエフェメラはゼアノートの祖先であることがダークロード終盤に判明しました。同じくエラクスも初代マスターイコールエフェメラの血縁であると言及されていますが、2人の両親は同じではないそうです。エラクスの祖父は間違いなくブレインだと思われますが、これはまだ確定ではなく、彼らの血縁の詳細については今後リリース予定のミッシングリンクで描く予定とのこと。ちなみに現在は修正されていますが、ダークロードの最終話のリリース当初はエフェメライコールゼアノートの高祖父とされていました。さあお疲れ様でした。今日はこの辺にしておこうか。どれどれ、まだ全ての記憶は取り戻せていないようだね。
今日はたくさん頭を使ったと思うから、また後日改めて治療を行うとしようか。それまではゆっくり休んでいてくれ。おやすみ。またね、バイバイ。